STP から重大な報告があります。なんと12月25日のクリスマスから1月3日まで毎日配信をします。冬休み期間の人がね多いと思うので、冬休みのおうち時間だったりをピンクラテ TV をいっぱい見ておうち時間充実させてください。みんな見てお願いします。お願いします。それでは今日の企画へどうぞ。ゆなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は冬の私服紹介です。イエーイ。ということで紹介していきます。どうぞ。ひなです。ひなのコーデはこんな感じです。全体的にちょっとふわふわとしたちょっとガーリーな感じでまとめてみました。まず最近流行っているオーバーオールを一番メインに使って、その上に冬には大活躍のボアを使ってより女の子らしい感じのガーリーな感じにしました。私はあんまりガーリーを着ないので、ガーリー初心者の子でも組みやすいコーデにするために、これを黒で締めたりして甘辛ミックスな感じにしてみました。上のこのボアがピンクラテで、このバッグがアンビーさんのノベルティです。上の洋服は分からなくて、下のやつはちょっとお姉ちゃんのを引っ張り出してくれてきました。靴はちょっと覚えてないです。こんな感じで今のコーデは以上です。バイバーイ。アリアです。アリアのコーデはこんな感じです。はい、このコーデのテーマはちょっとレトロなガーリーコーデです。アリアはガーリーが好きなので、ガーリーとちょっとレトロさを足したコーデにしました。アウターは GU です。もう最近寒くなってきたのでやっぱりアウターがいるなと思ったので、アウターを合わせました。そして中のトップスはパークスです。アリアはエンジ色が好きなので、エンジとこのブラウンを合わせて可愛くガーリーコーデにしてみました。でこのエンジのトップスなんですけど、首元がちょっとフリルになってたり、後ろがリボンになってたりしてすごく可愛いです。そしてこのジャンバースカートは真ん中だけがピーチになっててすごく可愛いです。これもパックスです。で、ここがベルトを締められてスタイルアップ効果もあります。そして靴下はこのジャンバースカートのブラウンと合わせてみました。これもねちょっとフリルがついてガーリーらしさを出しました。そしてイヤリングはポンポン、ふわふわのイヤリングにしてみました。なので冬にぴったりのガーリーコーデです。皆さんぜひ真似してね。ネイラです。ネイラの私服はこんな感じです。はい、ポイントはこの大きい桜の方が描いてるトップスがすごく可愛くて、ひんやりしてかっこよくなりました。下は茶色です。ごい落ち着いた色になって、生地もサラサラしているのがすごく可愛いです。で、このトップスだけだとちょっと寂しいなって思ったので、この白いハイネックを下に着ました。冬の帽子といえばニット帽だと私は思うので、このニット帽にしました。ここにゴリラが書いてあるのがすごく可愛いです。この帽子はリボに貼って、これもリボです。このトップスはキルシで、下はピンクラテです。で、靴下と靴はリボかなで買いました。バイバイ。ゆめかです。ゆめかのコーデはこんな感じです。はい、ブランドを紹介していきます。まずイヤリングです。イヤリングは小学生の頃によく買ったジェニーっていうブランドで、イヤリングどうしようかなと思って、そしたらめっちゃ懐かしいと思って、これプードルなんですよ。めっちゃ可愛くないですか。ゆめかの好きな犬の形のイヤリングをつけました。そしてトップスは前なんだっけ、ちょっと思い出したら言います。そしてパンツがグレイルです。ちょっとレザーなんですよ。ちょっとかっこいい感じの似合うなと思って来ました。そしてこの指輪です。これ4つセットで、1つは銀なのでつけなかったんですけど、4つでダイソーなんですよ。
と、そしてこの見え張りのブーツはハドフリルです。今日はこの指輪以外全部黒でまとめました。レザーのパンツを使って甘辛みたいなのをしてみたいなと思って、あのフリフリのこれとこれを合わせてちょっとかっこいいな、ブラックピンクのリサちゃんみたいだなってちょっと思われるようなコーデにしました。そしてリップはちょっとオレンジっぽいんですよ。黒だったら赤の方がいいかなと思ったけど、冬っていうことでちょっとオレンジでもあ可愛いみたいになるかなと思ってオレンジにしました。あとはブーツは身長が高くて170でこうだから多分160とか150の人が履いたらこの辺とかになると思うんで、それはちょっと気をつけて買ってほしいなと思います。参考にしてくれると嬉しいです。バイバーイ。はい、エコのコーデはこんな感じです。はい、エコのコーデは結構締まった感じで、ジャケット脱いだらセットになってて、これはこんな感じで、この手が重ね着風っていうのが、まあ、今もちょっと流行ってるかなって思ってます。ロングシャツがワンピースっぽくて可愛いっていうのと、あとはこの袖の部分が少しボリュームがあるところがおしゃれに見えるポイントで、ズボンが明るすぎないジーパンの色で結構締めた感じで冬っぽく、ロングコートも黒なんですけど形が結構大人っぽいので締めた感じのコーデにしました。このコートは去年 GU で買いました。このシャツはザラで、パンツがリボで、ブーツはドクターマーチンです。締まった感じのコーデにしたい子はぜひ参考にしてみてください。はい、みんなのコーデはどうでしたか？いろんな服の系統のコーデがあるので、ぜひみんなも真似してみてください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。